悲願の J1 昇格へ残された時間は90分です。いよいよ最終第44節を迎えました J リーグディビジョン2、アルビレックス新潟対大宮アルディージャの一戦。アルビレックスのホーム新潟スタジアムビッグスワン、4万の大観衆で埋まっています。さあ世紀の一番、今日のゲームの解説はおなじみ田中浩二さん、実況は宗介です。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、すでにサンフレッチェが昇格を決めたこの J リーグディビジョン2なんですが、残るはアルビレックスかフロンターレかというところまで来ました。アルビレックスは勝つか引き分けで自力での昇格が決まります。ただ万が一敗れてもフロンターレが引き分け以下に終わった場合、今日のサンフレッチェ戦、アルビレックスの昇格が決まります。4万を超える大観衆が見つめる中、選手が登場しました。そのアルビレックス新潟のスターティングラインナップです。ゴールキーパーが野沢、ディフェンス高橋アンデルソン、丸山鈴木、そして中盤に山口秋葉、栗原が出場停止明け、ファビーニョ、マルクス、そして上野優作です。アルビレックスのリザーブはご覧のようになっています。さあ、一方の大宮アルディージャです。キーパーは安藤、斉藤、トニーに奥の村田のディフェンス、宇治家、大塚、金沢、伊藤明、フォワードで森田とバレーと入っています。アルディージャのリザーブはご覧のようになっています。まあ、そういう意味では本当に大事な一番ですが、このホームビッグスワンで迎えられるというね、はい、このホームでは圧倒的な勝率を誇りますアルビレックス新潟です。さあ、カウンターできますかね。さあ、ここから抜け出してスペースで受けます。クロスが入って、いいボール上がりましたね。ヘディング、ちょっと良かったですけどね。まあ、今のようにね、はい、上野、マルクス、ゲームの入り方っていうのはいかんですか。いや、悪くないと思いますよ。カウンターアタックもできましたし、はい、3人のコンビネーションもできてたし、うん、まあ、よく言えばね、もうちょっとサイドアタックできればね、いいと思いますけどね。さあ、サイドバックはこの鈴木健太郎です。あ、いいですね。怪我をしての出場からクロスが入って、いや、ちょっとね、体に合わせましたがマルクス、今初めてですよね、鈴木がいいドリブルからね、サイドを突破しましたね、はい、こういう形が新潟の攻めですよね、はい、10月の26日の甲子園で靭帯を痛めました。とにかくね、そういう状況の、ね、ゲーム難しいとは思いますけどね、なかなか選手をね、控えをうまく使ってこう従来の力を出すっていうのは非常に難しいですよね、はい。最高1番反町監督は普段着のサッカーができなかったということを口にしました。ミドルシュート、金沢です、行っています。チャンスですよ。ファミを狙います。もう一度鈴木、足を止めて縦に入れます。トニーニョのファールになります。上野、ちょうどね、くさびが入ってくるところをね、はい、しっかりこうマークにいてたトニーニョは足を出して、うん、払ったような形になりましたけどね、はい、第4クールは本当に苦しいゲームの中でこの上野、まあ、あとは田中さん、やっぱり上野もそうですが、山口、こういったあのベテランの、ね、経験、そうですね、まあ、上野は非常に攻守にわたって頑張ってましたからね、はい、点も取りましたし、ディフェンス面でも非常に大きな仕事をやってましたからね、大事ですよね、こういうベテランがね、やっぱりこうチームにいるっていうことは。そうですね。さあ、フリーキック、マルクス、こぼれ球に対して飛び込んでいく、セカンドボールを、シュートは上野、いやー、今よく粘りましたね。アルビレックス先制、
まずは J1 に向けて幸先のいいスタートです。ボールシーンをもう一度スローでご覧になります。ここね、はい、飛び込んだボールで、ね、この後よくねみんなで、ね、よくボール拾いましたよ ね。何人絡みましたか ね。大宮もねディフェンスの枚数はいたんですけどね、はい、栗原が飛び込んで、さてここでアルディージャにフリーキックです。12分が経過しています。合わせてきそうです。セカンドボール、シュート打ちましたね、斉藤ですね。斉藤雅人、まあ、もともと中盤でね、ああいったシュートしてましたからね、はい、今シーズンホームではここまで15勝4分け2敗と圧倒的な勝ち点も挙げていますアルビレックス。いい展開ですね。右のクロス、金沢からです。中森田も飛び込んで、こちらがバレーですよね、はい、はい、こうコミュニケーション取れる選手ですから、ええ、そういう意味ではいいかもしれませんね。さてその栗原です。フリーキックのチャンス、アルビレックス合わせる。ボールがわずかに左ポスト。いや今のもね、はい、マルクス、マルクス当たらなかったですね、ちゃんと当たってればね、はい、ちょっと薄かったんですかね、あの当たりがね、うん、この硬い守りから速いカウンターというのが一つのアルビレックスの形になります。前日の練習でもこのアルディージャ戦を想定して、これまでの2度の対戦のビデオかなりこう何回も見たそうですね。1時間を超えるミーティング。セカンドボールからシュート、おっと危ない、宇治家の右足、丸山が最後ね当たりましたからね、コース変わったんですよね、はい、そのシーンです。枠行ってましたね。右の栗原、中はどうでしょう、上野が、あスペースを、もう大宮はねこういった形が多くなってくるでしょうから、はい、バレーをスペースに走らせてね、そのバレーシュートが来る、お前の選手に当たりました。今助かりましたね、味方ですよね、はい、これでねどういうふうに考えるかですね、はい、まあ、川崎の結果にかかわらずこのアルビレックスは、そうなんですよね、勝ちか引き分けでこの自力での昇格が決まるわけですよね。そうなんです、はい、ですから負けなきゃいいんですよね。そうですね、簡単に言えば、はい、さあゲームを優位に進めながら、おっとクロスが伸びていく、おっと今面白いことだったですね、高橋健司、いや見せました。今ね蹴ったね本人もびっくりしてんじゃないですかね。高橋直樹ですね。して左の鈴木から行きます。ファビーノ、鈴木、コンパクトなディフェンスラインですがミドルシュート、ワンタッチをアピール山口、まあ、山口もねミドルレンジのシュート得意ですからね、はい、このアルビレックスに移って元日本代表のまあ、オフサイドに、ね、何回か引っかかった、はい、あのシーンはありましたけど、ね、サイドアタック鈴木健太郎がね、はい、オーバーラップしていったの1回しかないですからね。決して万全ではありません鈴木。おエリアの中、ダイレクト伊藤明だ、いや危なかったですよ、いや侵入を許した
ここですね、ちょっとね、バイタリエリアですね、押したと思ったんですね、はい、これバレーも触れなかったんですね。いや、新潟助かりましたよ。そうですね、伊藤明からバレーに来ます。こういうところですね、はい、アンデルソンがこれにつく。さあ中に伊藤明が上がってくる。遠いサイド金沢もいる。バレーアンデルソン戻ってきました。アルビレックスのディフェンス、しかしバレーがクロス、こぼれる。 いなかった。あっと足元、シュートは打たせない。遅いですね。ここで上げてくる、こぼれた、切り返す、打たせません。これも守った。よくね。さあ逆襲です。上野、ね、そしてマルクス、いやファビーニョだね、今ね、やっぱりもうちょっとこう全体的にスムーズにこう動きができるようにした方がいいと思いますね。ラインが引き身ですから、はい、逆に前出ていってないのも一つの原因かもしれませんけども、まあ、簡単にこう自陣への侵入を許します、ね、そしてパス、バレー森田が入っています。ヘディングクリア。今のもうね、はい、こっちからやっぱりこう漏れてますから。まあ、それでもね、最終ライン4マンツーマンになってもう勝てるという自信があってやってるんであれば全然問題ないですよ。ただあまりそれを感じませんよね。そういうことなんですよ、はい、ヘディングで足元、前を向いて伊藤明。今のも危なかったですよね。森田にヘディング負けてますから。ですよね。クロスボールからつながれて、これも言ってみればもうシュートミスに近いですよ ね。ここ助けられました。いい落としですよね。ボールこの後ですね、ブロックは入ってるんですが、跳ね返ったボールがね、はい、いいところに来てしまうと。さて守りから攻め、山口のボール入っていく。ボール、栗原。いやー今ねちょっとねふわりこうキーパーの頭上を狙ったんですけどね。いいタイミングでしたね。さあ逆にアルディージャがこう出てくることになりますと、アルビレックスにとってもこれはチャンスが増えてきますね。そうですね、はい、さあ2点目を挙げてかなり昇格へ向けてまた追い風ムードを漂わせることができるか。三重展開、栗原ボードを持つ。バイタリーエリアに3人入りました。右から高橋、このボールをシュートに行った。ファビーニョ左足、思い切ってきましたね。左から中に切り込んできました。今の悪くないですよね、はい、高橋からね、うまくターンできてそこからシュートですからね。まあ、指示はきちりと伝えた。そして選手も何度も何度も今日のゲームシミュレーションも行って望む中での今日の雰囲気。よし、あー、スーパス抜け出す。いやー惜しかったですね今ね。決められません、ファビーニョ。持ち足で誰が、左ですね、左で来ましたね。巻いてくるヘディング、高い。いやよくね上野ついてましたね、今のシーンです。村田のこのボール、ご覧のように188センチの森田康平。この時間はちょっとアルディージャのペースになってますね。そうなんですよね、はい、長いボールです。バレーを起こしてアンデルソンクリア、中盤で山口、このボールがマルクス、あ、拾ったのはアルディージャです。もうちょっともう一本先にワイドに展開してから行ってもいいのかなと思いますけどね、はい、なるほどね。常に立て立てではね。アビーニョ、上野が、上野がマルクスに来る、マルクス、上野、ファビーニョ、シュートー。
思いを乗せたボールはゴール前を通過していきました。誰もいなかったですからね。さてアルビレックスの交代、深澤がイン、アウトは栗原です。から追加点を狙って、ね、攻めてほしいですよね。決して守ってはいけないですね、これね。そうです、はい、さあ切り返す黒崎、ホイッスルはなりません。さあ守ったアンデルソンからパスカット、いや奥のいいインターセプトですね。その奥のから斉藤雅人、もう中揃ってますからね、伊藤明のクロス、またヘディング、これだけ飛んで野澤陽介、コーナーですね。白い歯がこぼれています。まあ、注意しなきゃいけないですね、これね、セットプレー。宮に来る、逃れた、ペナルティーエリアを出した瞬間にまたどよめいた。しかしまた、あーっと足元、ゴール前に釘付けになってます、アルビレックス。ファビーニョが競る、中盤でマルクス、さあ上野、上野からマルクス、上野が入っていく、上野のクロスから前、ヘディング、いやー今もう入んないですか。完全に前入ってましたからね。取りましたね。あ、セットプレーですからね、はい。距離はあります。アリージャのフリーキック、森田、これはやはりやっぱり高さっていうのはね、やっぱり怖いですから、もうこのコーナーキックもなんとかね守ってね、まあ、反町監督はもう残された時間、さて轟はゲームが終わりました。2対1、首位の広島が敗れました。このまま行きますと昇格と優勝という瞬間が間もなくやってきます。新潟スタジアム、あっと抜かる、ヒヤッとした。どうしたんですかね、ちょっとね、信じられないことが、選手の意図とはやはり違う。反町監督はテクニカルエリア、タッチラインに張り付かんばかりに今ピッチを見つめている。決まった、悲願の J1、 この瞬間にやってきました。4万人の思いを胸に今この新潟に J1 昇格の使者は舞い降りました。ビッグスワン。